アート留名館東京とは、東京都千代田区に本拠を置く、留名館が、同社が経営している、ホテル留名館東京を中心とした各事業所で展開しているアート活動の総称。多くの文化人が宿題の代わりに絵画等の作品を置いていったという逸話にちなみ、2012年6月より、活動が開始されている。2011年秋より、 ホテル留名館東京館内にアート作品を展示する構想、アートギャラリー構想があり、構想段階で複数の協力者のもと、東京ポストカードアワード2012の原案が作られた。その後、留名館全体で行うアート活動の総称をアート留名館東京と名付けており、東京ポストカードアワード2012はアート留名館東京の活動の中の一つとして、 位置づけられた。当初はアート作品を展示するだけの企画であったが、地域文化であるホテルとして、地域とアーティストの魅力を作品を通して来館者に伝えることをテーマとしている。アート留名館東京のロゴは、ホテル留名館東京の建物がモチーフになっており、全面ガラス窓のビルに東京が映し出されていることを意味している。 東京ポストカードアワード 2012AB 肩書きは2012年当時ありがとうございます。